トバとはなかったことにされているオッケーどうぞ。ごめんなさい、あの彼はね、あの料理取るの下手くそ間違いやれちゃってるよ、美人取るのがうまい。だからあの山本先生もあいつはそんなばっかり。俺の高校の理科の先生いやあなたがアップしてた動画がねめんどくさいから見ない。めんどくさいとか言わないでくださいよたまに見てくださいたまに。ここはね、俺長芋の天ぷらで一番美味しいと思う。そのまま行って塩ついてるから。よかったっす。であの箸をその筋に従って入れると一口ずつ切り分けられます。でつゆはあのそば湯なのでこちらのざるつゆ食べ終わったところをこう移して飲まれても結構です。でこちらが生醤油で どちらもこうわさびをちょっとつけると美味しいです。かわいい人がね海外から来てくれた。大体ねあの山本先生って言ってね本当ですよ。本当ああ今の録音した。僕ユーチューバーですよ。カットします。あ僕の高校の科学の物理とか科学の先生かな。生物か生物の先生かな。四代で乾杯。ありがとうございます。あもう美しいな。最後のところいやもうなくなっちゃったから。暑いよ。あ、ありがとう。大丈夫です。あ、さっきのオリーブオイルか。あ、こぼれてた。腰の看板とか、はい、そんな感じでこう黄色とかああいうなんか入手らしいラベルやったんやけど、はい、最近こんなに変えたんですよ。おしゃれな感じになりましたね。中身がねフルーティーになった。ちょっと、ね、味も変わったんですね。そうそうそう、昔はねあの醸造工がいいですか。おいしそう、ありがとうございます。いやー美しい。石川も友達